めて肩固めだ。スタンディング高く肩固めから上げていった。これをおっとガッチリが決まった。この形から横に入って倒れてきますね、はい、でこの体勢でまず押さえてワンツーで相手が跳ねたらその時に後ろに絞っていく。起き上がる反動も使うという、はい、で絞っていく時にただこう絞るんじゃなくて腰をこう軸にして胸を曲げてあるような、そして頭を決めて一番なの体重をかけてる。肺が膨らまなくなるから息も自分で吸うこともできなくなる。頸動脈と肺と、そしてまあ首の関節も決まっていると思うんですけどね。そんな体勢になるので、うん、普通に寝てください、はい、では失礼します、はい、あリングに横たわってしまいました。そんなに壊れるようには取りませんので、はい、はい、お願いします。私もこの後実況がありますので、まず、はい、お、まあ、普通の柔道の方々でもいいですね、はいはい、なりました。おいっちゃいました、はあ、こんな感じです。でこう体重がここに乗ることによって呼吸ができなくなる、はい、続いては同じアマレス出身の杉浦がこれは芸術品だよとまで言った究極の決め技、回転地獄ゴリパート1。あ、膝がもう動かない。はい、取りました。はい、足曲げてると決まりますか、はい、ちょっと伸ばして起き上がってください。大丈夫です、お願いします。こうなった状態で、はい、そっち巻きますからね。こっちに来るんだ。で今体重かけてないんですよ、はい、これで体重かかってないんですか。はい、これでホールを狙います。はい、ワンツー動かない、まあ、跳ねたとしますね。はい、もう一回回して今度はこれを、膝が動けない。これでまあワンツースリーか肩が上がってもらうと決まる。膝ボキボキ、はい、ありがとうございました。お次はパート3。まずはグラウンドでの展開、一瞬の隙を見せたらば決められてしまう。だから気をつけなければいけないピッター。さあこれは回転地獄にパート3、相手が嫌がって、はい、足を伸ばしますね。もしこの足を伸ばす、はい、取られない。その時に中に入れる。ああ、なるほど、はい。相手の力を利用して。はい。はい、中に入れて、ここの肘でこちら足首を握らない。痛い。いや、向こうすねが。あとこの膝の関節の上を。ああ、痛いおお。なっちゃう。ああ。絞る。それから相手がこっちへ帰って逃げようとするときは、はい。逃げました。乗せて。自信確実パート5、後ろから裏肩固めへと移送した。さあそして投げていった裏肩固め、そして裏肩固め、今度は前へ持っていった。十分に決まっちゃいました。いやーこれだと簡単だ。止めた裏肩固め、投げませんけど、はい、感じだけ、はい、足ちょっと開いて踏ん張ってください、はい、この状態で向こうに逃げようとしてください、はい、だからここに上げて持ち上げてない、おー、はい、こういうことです、はい、持ち上げられた瞬間はかなりきますね。自分の足もかかりますか。はい、いや今一瞬で意識が遠のいた感じがしたんですが、これを回転させて投げてしまう。斜め後ろに投げます。まさにもう今ゼロから6というのは本田選手のプロレスと言われる投げる抑える、投げる決める抑えるですね、はい、この3つがまさに形として現れた技ですよね。そうですね、まあ、それが一番得意ですからね。背中をつけるように転がすということになってるんだろうな。人よりこう自分はかけてる力のその部分をこう前面に出してるということで、会場で楽しむためのワンポイントアドバイス、これらが今回教えてもらった回転地獄五輪へ入る時の体勢、この体勢になったら決めろと大きく叫びましょう。